早いですね、時間通り。頑張りました。じゃあやりますかね、ここら辺ぐらいにして。お、やりましょう。この前の、あれはちょうど、もうすぐ終わるとこなんで。うん、あ、そうなの、ね、もう、あと5分でしたよね。うん、俺、母親が死んでさ、ああ、ええー。それ、母親のさ、ここに並んでるさ、遺品な。あ、そうなんですか。で、今日来てさ、でも、しまうとこないから、うち送ってもさ、うちの奥さんに嫌がるから、こっち送ってきたらどうしようかと思って。じゃあ、ここでやりますかね、8分。はい。で、どこ見たんでしたか。あ、そうそう、あなたのね、これはね、ちょっとね、メッセージでね、そう、うむさんから返信来なかったから。何の返信？いや、お悔やみ申し上げました。何も来なかった。俺なんか書いたよ、俺返信。今日ですよね。うん、ありがとうって。いや、一昨日送って、その後来なかったから、あれ、なんか間違って文章送ったのかなと思って。ドキドキしてました。どこでしたこれじゃない、これかな。ドキドキ。まあ、電車が遅れとる。あ、これ。あ、それは、ソミュンくんです。で、それをずっと上に行ってください。もう少し上に行ってください。そうです、合ってます。え、こっちに行ってますよ。これは僕ら3人のやつだからいいんですよ。あ、ダメか。うぬさん、それじゃなかったかもしれないです。もう一つ僕とうぬさんだけの。いや、これです、これです。そっちで合ってました。いや、これです。これです。ナショナル、あ、そうそうそう、それですね、それですね。今日は WIX で女優としての公式サイトを作ってみます。まずは WIX.com にアクセス。もうスキップして大丈夫です。広告付け。Is it intentional use? 40これ40。あ、そっか。あ、でもいいね。そこまで戻すってやるんだ。もっと戻る？いやいや、そこでいいんです。ここまで戻して話しましょうっていうのは前回の。あ、これはワード閉じちゃっていいんだよね。これ。あなたの単語ないんだよね。ないです。あれ？ワードのとこ、そこ、そこでワード終了。セーブしたいんだ。ああ、でも終了の時にセーブできますよ。え？保存しますかって。本当に？はい。で、保存、そうっす。ですです。で、これ。これ、ディス、何の線なんですかね。わかんない。これでも立ち上げても、線消えると思いますよ。こうなっちゃって。はい、いいですか？おかしくいいですか。はい。三週だから。なんか面白いところで終わった記憶はある。Intentional use of the fake news。 あ、僕忙しかったの、3日間。土曜日、あれ、そうですね、亡くなってさ、しかもさ、土曜日のさ、夜9時半に電話あったんだよ、病院から。土曜日の金曜じゃなくて。土曜っていうか金曜の夜。はいはい、で、僕は病院行ってさ、で、結局死亡処理いろいろやって、午前3時に帰ってきてさ、土曜の朝。で、土曜日、運動塾あったでしょ。すごいですね。で、3時間しかなくて、で、運動塾でやってさ、で、お茶入ります。あ、いただきます。辛くて。日曜日さ、あ、コップか。日曜日仮装してさ、はい、昨日、納骨してきた。あ、そうなんですか。電光石火だよ。すごいですね。はい、おましくん、はい。はい。僕にも入れて、これ。ありがとうございます。はい。電光石火で全部終わってる。あと、四十九日が来月。あ、四十九日ですね。早く90過ぎまで来たから、もうハッピーだ。すごいですね。そう、すごいですね。ハッピーです。だ、僕は全然、だから疲れちゃってさ、土日月で。はい。今日、昼でしょ？はい。昨日あったか。まあ、そういうことですね。それで、先々週続きですね。フェイクニュースイズ。これさ、はい、あなたがこれ操作した方がいいよね。どこで止めるかね。ね。はい。君が操作した方がいいよね。これでやるけど。It's a disturbing sign. But I'm not saying that it's not bad. I'm just saying that it's not new. Yeah. So there's a lot of interest in Facebook on this question about question about global governance versus nationalism.まず、冒頭、この動画のざっくりした復習。あれ、これ戻したんだよ、これ、この間ね。戻したんです、そうです。もっと先まで行ったよね。行きました。あと10分、あと10分とか、あと5分というところに行きました。だけど、そこだと途中なんで、そのお話を、もう一回、頭から。
なのでまず動画の話はグローバリズムとナショナリズムで、グローバリズムの中にはグローバルガバナンスが必要っていうのがこのハラリの発言ですと。グローバルガバナンスが必要という背景には、彼の例では温暖化気候で様々な国が自分のとこしか興味がないってやっていたら、他の同じ地球に住んで他の人たちに影響がある、その結果現代の温暖化異常気象に起きているで、当時は黄河イエローリバーで分割統治していても総合的ダメージを受ける、洪水に対処できなかった。でも中国大陸を統一一国からするときに黄河全体に対しての統一した、策を練って、洪水対策を打てた。今の世の中はサイバーの世界である。それも同じように、全世界で一つのサイバーを共有しているので、そういうのも統一する仕組みが必要であるというのが彼の訴えです。で、なのでグローバルガバメンツというのはそこから来ています。今までの中で、これは今必要ないか、人物金、人物金は IMF が、で物は WTO が、で人がというところで、前の方でさ、これ、はい、ナショナリズムとグローバルガバナンスで、はい、要するにさ、あの技術がねどんどん進歩していって、はい、あの結局失業、アフガニスタンじゃない、どこだっけ、あのインドの隣の、あのパキスタン、パキスタンじゃなくて、なんだっけ、失業が増えるって、要するに技術が進歩して失業が増えるって、あのアメリカだけじゃなくて、そのそういうふうな、その南アジアのね、はい、失業増えるけど、それは救いようがないでしょうと、ナショナリズムだったら。っていうのを言ってると思いますね。言ってたよね、どっかでね。はい、はい、はい。About, you know, global governance versus nationalism. Question here from Phil Dennis. How do we get people, governments to relinquish power? Is that...especially the text is there so big I can't even read the full question, but is that a necessity? Is it going to take war to get there? I mean, Phil, I mangled your question, but I blame the text right here. One option that some people talk about is that only a catastrophe can shake humankind and open the path to a real system of global governance. And they say that we can't do it before the catastrophe, but we need to start laying the foundations so that when the disaster strike, we can react quickly. But people will just not have the motivation to do such a thing before the disaster strike. ここまではある意味、まあ、一つの真理を言ってますよね。まあ、災害、日本でも災害に例えると、結局、保存食、災害が来なかったら無駄になりますよね。で、じゃあ本当に災害対策どこまで全国打ってるかって言ったら打ってない。でも災害が来たらじゃあ打とうっていう。そう、なんか起きないと動かないと。で、グローバルガバナンスもそこの観点で彼はあの同じような。俺さ、あのエコノミストで最近、はい、最近先週読んだ記事に、はい、あのこの Before the Disaster Strikes って書いてあるでしょ、はい、災害来る前に手を打った人は損をするって書いてあったね。災害、なるほど。そでも損っていうのはどういう意味での損なんですか。先手打って自分が投資するじゃないですか。投資をする。だけど、はい、そ投資しない方ところはね、災害来てから対応するっていうすればいいじゃないかっていうふうなことを書いて、それは言う人がいるわけですよ。まあだってあの、まあ、エコノミストの話である、エコノミストっていう雑誌そのものをの話は経済ですからね。いやいや、そうじゃなくてね、そうじゃなくてね、はい、あの世間一般ではね、はい、災害来る前に先手を打って準備するところと、国とね、はい、準備しないところとあると、はい、で準備したところがバカを見るっていうようなことが世の中に起こってるのおかしいじゃないかと。言ってるのは、うんのさんの痛みは分かりますけど、僕らそれに反論するのは、うん、じゃあみんな保険に入らなくていいんですかってことですよ。自動車保険だって事故が起きる前に入りますよね。入ってから入んないですよね。で、今の海野さんの、そのエコノミスト言ってる発言をそのまま自動車保険当てると、保険、事故が起きないかもしれない。ごめん、これ、ここでは何て言ってんの？何が言ってんの？この前は何だっけ？ちょっと待って。ここ。P
people will not have just motivation to do such a thing. But people will just, it's the catastrophe. 待ってください。だから、んじゃあ、まあ、そもそも、うんのさんは、そのエコノミストの発言を取り下げるんですね。いや、取り下げるじゃん。その記事の中にいろいろ、いやいや、エコノミストの発言じゃなくて、そういうふうなことを各国のやつが言ってるっていう、そういう記事だよ。なるほど。なるほど。これ何言ってんだ、これ。僕はそれちょっと確かめた。But we need, I'm angled your question, but I blend the text right here. One option that some people talk about is that only a catastrophe.He can shake humankind. だからあのグローバルガバメンスみたいなことが今ない。まあ彼の場合グローバルガバメンスの場合彼の言ってることはグローバルコーポレーションなんですけどね。も別のもっと早いタイミングで言っていたキーワードは。で、コーポレーションによるあのグローバルガバメンスだと。で、そういったことが実現するには実際に痛い目に、実際に痛い目に遭わないと、人間は動きませんということを言ってます。痛い目に遭わないと人間は動きませんと言ってます。海野さんのさっきの話は、痛い目に遭わないと、ちょっと先見せて、ビデオ何だ can shake humankind and open the path to a real system of global governance.うん、ですね。カタストロフィーがあって初めてウィルシステムグローバル。And they say that we can't do it before the catastrophe. We can't do it before the catastrophe. なのであの問題がないと、カタストロフィーがないとあのそういった実現に事前の対応しないってでしょ。しないのが、うん、あのまあ人間であると。あ、そうそうそういうこと。そう。But we need to start laying the foundations.So、that when the... でもファンデーションは今のうちにあの、うん、作り土台が作り始めるべきだ。Disaster strike, we can react quickly. But people will just not have the motivation to do such a thing before the disaster strike. その通りです。これ言ってる通り。Another thing that I would emphasize is that anybody who is really interested in global governance should always make it very, very clear that it doesn'treplace or abolish、local identities and communities、mm-hmm. that it should come both at the same it should be part of a single pack should be part of a single pack no this is really I want to hear more on this because the very words global governance are kind of the very words are almost the epitome of evil in the mindset of a lot of people on the alt-right right now、mm-hmm.You know, it just seems scary, remote, distant, and it、yes. has let them down. And so global governance, no, go away.、Mm-hmm. And many view the election as the ultimate sort of poke in the eye to anyone who believes in that.、Mm-hmm. So how do we change the narrative so that it doesn't seem so scary? ここで言って、まあ、僕もあの危惧していたことを彼は同じ質問してるんですけれども、mm-hmm. ね、グローバルガバナンスはローカルをローカルガバナンスを上書きはしませんと。だからあのグローバルガバナンスとい う表現が入った時にそれ一色単になってそのローカルの存在がローカルという概念がなくなるのではないかっていう見方をする人がいるわけですよ。ちょっと待って、ローカルって単語あった And remote. Digital. Well, global right now. The epitome to hear of a single package. Bullish. Local. はい。ローカル。うん。Local identity in communities. Well, abolish the identities in global governance.、うん、Anybody who's really...interested in global government should always make it very, very clear that it doesn't replace 上書きしない、うんうん、local identities、うんうんうん、だからグローバルガバナンスって聞いた時にあの地域の存在を消して、うんうん、
だから日本人という存在を決して地球人という存在になるということを危惧する人がいるではないかと。ただハラリが言ってるのはそうじゃなくって両方とも同時に、合わせてやるシングルパッケージであると。Replace or abolish local identities and communities that it should come both at the same, it should be part of a single package. Of a single package. This is really, I want to hear more on this because the very words global governance are kind of, are almost the epitome of evil in the mindset of a lot of people on the alt. Yeah, それに対してシングルパッケージっていうことでよく、まあ、彼が反応したのは、そう、そこのキーワードがないと、ローカルという概念を捨てて日本という概念を捨てて地球という概念だけで進むんじゃないかと危惧している右翼がいますと。Right now. You know, it just seems scary, remote, distant, and it has let them down. And so globalists, global governance, no, go away. And many view the election as the ultimate sort of poke in the eye to anyone who believes in that. So how do we change the narrative so that it doesn't seem so scary and remote? それに対してそれを、で、グローバルガバメンスがどう恐れられないものにしていけるかってどう表現するんですかと。Build more on this idea of being compatible. Build more on this idea of it being compatible with local local identity, local community. Identity, local communities. Well, I think we should start really with the biological realities of Homo sapiens. And biology tells us two things about Homo sapiens which are very relevant to this issue. First of all, that we are completely dependent on the ecological system around us, and that biology, 生物学的には、我々はそのエコロジーによって、影響されていますと。二つの影響にしたとエコロジー。Today we are talking about a global system. You cannot escape that. And at the same time, biology tells us about Homo sapiens that we are social animals, but that we are social on a very, very local level. It's just a simple fact of humanity that we cannot have intimate familiarity with more than about 150 individuals. まあ、ローカルな身近な人たちとの、まあ、コミュニケーションによって人間は成り立っていますと。まあ、大体最大150人ぐらいの人たちとつながることがですよね。The size of the natural group, the natural community of Homo sapiens, is not more than 150 individuals. And everything beyond that is really based on all kinds of imaginary stories and large-scale institutions. And I think that we can find a way, again, based on a biological understanding of our species, to weave the two together and to understand that today, in the 21st century, we need both the global level and the local community. And I would go even further than that and say that it starts with the body itself. The feelings that people today have of alienation and loneliness and not finding their place in the world, I would think that the chief problem is not global. グローバルな資本主義っていうんですかね。これをちゃんと僕はグローバルスケールでの資本主義ってことですかね、によって、人々は病んでるっていう見方があるみたいですね。病んでる。で、病んでいる原因がこれであったという見方があって、でも彼はそう思わないっていうふうに言ってるわけです。これ、I would think the chief problem is not global capitalism.The chief problem, 何の話をしてるかっていうと、ここです、loneliness. The feeling that people today have of alienation
and loneliness. Mm-hmm. Yeah. That people today have of alienation and loneliness and not finding their place in the world. 自分の心の拠り所見つからない。でも鬱とかそういう話でもなってくると思うんですけれども、自分社会学的に言えば昔は家族たくさん大きい家族の中で皆住んでいましたよね。で今核家族化していますよね。核家族化してでみんな一人で住んだりしてネットで心が満たされたりしていますよね。人とつながることができるんで。そういう孤立した人間とか病んでいる人間のがいる原因にグローバルキャピタリズムが原因だっていう指摘をしている人がいるみたいなんですよ。でも彼はそう思わない。そこまでない。The place in the world, I would think that the chief problem is not global capitalism. 多分だ、資本主義によってお金を自分で自分に使うことが増えたっていうことで言いたいんじゃないですかね。The chief problem is that over the last 100 years, people have been becoming disembodied, have been distancing themselves from their body, as a hunter-gatherer or even as a peasant. To survive, you need to be constantly in touch with your body and with your senses. で、彼は、五感と自分の体自身とのコミュニケーションが大切であると。で、よくわかんないね。With your body and with your senses。だから、生物学でお話をすると、僕らは自然と共存していますよね。で、共存している中で、今の、この21世紀っていうのは自然中心ではなくって都市中心、都市プラスネット中心の社会になっていますねと。で、ネット中心、都市中心、ネット中心の中に自然はないですよね。でそもそもその五感を通じて生活をするという部分が今の社会人欠けていますと。どういうこと言ってるの？だから、こうやって体とセンスで感覚ですよね。感覚と体を、だから多分、一言は自然と戯れることを欠けてるって言って、ここで言ってると思います。Every moment, if you go to the forest to look for mushrooms, and you don't pay attention,to what you hear, to what you smell, to what you taste, you're dead. そう、自然の森の中に行って、自分、何でもあるものを掴んで食べればいいってわけじゃないですよね。毒キノコかもしれないし、腐ってるかもしれないし、食えないもんかもしれないですよね。で、よく周りにも注意払わないと、獣が後ろから襲ってくるかもしれないですよね。そういうデータって言ってるのね。はい。So you must be very connected. In the last 100 years, people are losing their ability to be in touch with their body and their senses, to hear, to smell, to feel. まあ結局自分でもう行動を起こすという思考をする前に目の前に全部あるわけですよ。今って料理をしなくても食べ物が売ってる。本屋に行かなくても、ね、同じ画面で、さまざまな情報が得れる。テレビ、リビングに行かなくても、スマホでチャットで自分の家族と会話できる。そもそも五感を全ての五感を通じて、今まで生物学的に人間としてやってきたことが、今欠落してる社会に入ってきてるってから言ってるわけです。うん、いいですか？うん。More and more attention goes to screens, to what is happening elsewhere some other time. This, I think, is the deep reason for the feelings of alienation. で、そういったところに、loneliness とか、alienation、自分が所属しない国であったりとか、
機能感じると、まあ、実際考えてみたら歩いてスマホみんな歩きスマホしてますよね。歩きスマホして目の前見てないですよね。で、もう多分車なって車を運転してるさえまっすぐよりも多分スクリーン見ながらっていうのがあったりしますよね。だから五感を通じた自然とのまあつながりを欠けてる世の中になって社会になってました。And therefore part of the solution is not to bring back some mass nationalism, but also to reconnect with our own bodies. And if you're back in touch with your body, you'll feel much more at home in the world. Also. ここで彼が言っていることは、だからそもそもナショナリズムからグローバルガバメンツに切り替えるにはどうしたらいいかっていうのがお話ですよね。タッチバディって言ってくる、あれはどういう意味？ん？タッチバディって言ってくる、彼がこの前に面白い。So, back in touch with your body, you're with our own body. だから、タッチ with your body っていうのは、reconnect with your own body ですよ。その触るという概念から、触るという具体的な概念から、心をつなぐという考えに切り替えてください。Be in touch with your soul っていうふうにも言いますよね。And if you're back in touch with your body, you'll feel much more at home. つながりますか？ If you're on your back in touch with your body.Not bring back some mass nationalism. But also reconnect with your own body. Reconnect. わかりますよ。With your own body. So to reconnect with our own bodies. And if you're back in touch with your body. Reconnect をもう一回別の表現で言っただけです、これは。大丈夫ですか？うん。まだよくわかんないけどね。いいよ、いいよ。先行こう。なんか行く。まあ、だから、まあ、そのボディにこだわるよりもここで言いたいことは、グローバルガバナンス、ナショナリズムとグローバルガバナンスの対立の話から、ナショナリズム、まあ、グローバルガバナンスに進んでいません。グローバルガバナンスにを進めるには、ひどい問題が起きないと人間はそういう行動に進みません。で、それを、進めるためにはどうしたらいいかって言ったときに、まあ、ナショナリズムという、なんでナショナリズムに人が戻りたいかっていう彼の定義では、みんながそれぞれ孤立した社会になっているからである。あ、そうだよね。で、孤立した社会になっているから、ナショナリズムに戻りたいって言ってるんだと。いうのが彼が言いたいことです。孤立した社会からナショナリズムに戻りたい。でも、そんな孤立した社会、ナショナリズムに戻りたいという、理由でのナショナリズムに戻るというのはちょっとおかしいと。そうじゃなくってナショナリズムに戻るという理由が孤立、寂しいからみんなでそういうコミュニティに戻りたいからそういうナショナリズムに戻るという概念だったら、そうじゃなくて自然と戯れた方が健全に戻るんじゃないのかと。だけどさ、これ僕よくわかんないのは、僕は儒学勉強してるから、はい、例えば自分の心を開いてね、開く、外とのコミュニケーションするようにしなさいよって。外というのは人ですか、自然ですか、自分とですか、どういう意味ですか。人、儒学は人。人、はい。だけどさ、ここで言ってるのそういうことかなと思ったんだ、違うの。先見ないとちょっと分かんないから。Touch with your body, you'll feel much more at home in the world also. But depending on how things go. もう一回質問してください。だから今自分の心を開けばね。自分の心を開けば。相手とのコミュニケーションができるようになりますよと。いやー、そこの話じゃないです。自分の心を、まあ、開けば、以前に自分が心を開けないのが今の社会である。彼はそれを言ってんので、心を開けと言ってんの。心を開けとは言ってないです。心を開けじゃなくって、みんな開けない病を抱えている社会で言ってるんです。いや、彼その前に if なんとかって言ったのは、そのボディ、あなたのボディをね、なんとかっていうのはそういう意味。いいえ、だから人との会話をするじゃなくって、人との会話をできる状態じゃないんですよ、人間が。人間が病んでるんです。人と会話をできる状態じゃない。
または群れないと安心できないのが人間なんだけれども、そもそも今その群れるという考え方にグローバルな観点じゃなくてナショナルの観点でしか群れようとしない、そこに矛盾があるって彼は言ってます、うん、でナショナルのレベルでの群れるぐらいだったらそれはそのナショナルレベルで群れるという考え方じゃなくって、そもそもそれは生物学的にまず今の社会が、群れるという仕組みをがからずれている社会なので、スクリーンとか群れなので病んでいる群れたいという発想自体が、病んでいるから、それの解決策としては自然と戯れること、人と戯れじゃなくて、この CA ってのはこの人、そうだと思いますね、はい、はい、うんの、その今の言葉をとりあえず再生しようという意味ですか、はい。We may all be back in the forest soon. We'll see. We can have one more question in the room and one more on Facebook. だってもうこれ質問終わりましたけど、今の解説で理解できましたか？うん、ちょっとまだあるよね。Hello, I'm from Ghana, West Africa, and my question is, I'm wondering how do you present and justify the idea of global governance to countries that have been historically disenfranchised by the effects of globalization? And also, if we're talking about global governance, that it also sounds to me like it will definitely come from a very westernized idea of what the global is supposed to look like. Mm-hmm. So how do we present and justify that idea of global versus holistically, like wholly mm-hmm. nationalist, to people in countries like Ghana and Nigeria and Togo mm-hmm. and, you know, other countries like that? Thank you. I would start by saying that history is extremely unfair, and that we should realize that many of the countries that suffered most from the last 200 years of globalization and imperialism and industrialization are exactly the countries which will are also most likely to suffer most from the next wave. And we should be very, very clear about that. If we don't have a global governance, and if we suffer from climate change, from technological disruptions, the worst suffering will not be in the US. The worst suffering will be in Ghana, will be in Sudan, will be in Syria, will be in Bangladesh, will be in those places. So I think those countries have an even greater incentive to do something about the next wave of disruption, whether it's ecological or whether it's technological. Again, if you think about technological disruption, so if AI and 3D printers and robots will take the jobs from billions of people, I worry far less about the Swedes than about the people in Ghana or in Bangladesh. And therefore, because history is so unfair and the results of a calamity will not be shared equally between everybody. As usual, the rich will be able to get away from the worst consequences of climate change in a way that the poor will not be able to. Mm. And here's a great question from Cameron Taylor on Facebook. At the end of Sapiens, you said we should be asking the question, what do we want to want? Or what do you think we should want to want? I think we should want to know the truth, to understand reality. Mostly what we want is to change reality, to fit it to our own desires, to our own wishes. And I think we should first want to understand it. If you look at the long-term trajectory of history, what you see is that for thousands of years, we humans have been gaining control of the world outside us and trying to shape it to fit our own desires. And we've gained control of the other animals, of the rivers, of the forests, and reshaped them completely, mm-hmm. Causing an ecological destruction without making ourselves satisfied. So the next step is we turn our gaze inwards and we say, okay,
gaining control of the world outside us did not really make us satisfied. Let's now try to gain control of the world inside us. This is the big, really big project of science and technology and industry in the 21st century will be to try and gain control of the world inside us, to learn how to engineer and produce bodies and brains and minds. These are likely to be the main products of the 21st century economy. When people think about the future, very often they think in terms, oh, I want to gain control of my body and of my brain. And I think that's very dangerous. If we've learned anything from our previous history, is that yes, we gain the power to manipulate, but because we didn't really understand the complexity of the ecological system, we are now facing an ecological meltdown. And if we now try to re-engineer the world inside us without really understanding it, especially without understanding the complexity of our mental system, we might cause a kind of internal ecological disaster and we'll face a kind of mental meltdown inside us. Putting all the pieces together here. これだから彼っていうのは、大橋が言ってるのもさっき彼がまとめて喋ってる。要するに人間の心の問題だっつうの。だからそのグローバルガバナンスとナショナリズムの考え方っていうのは、人々がこの中でそういうふうなことをね、自分の心を整理してちゃんとそういうようなマインドを持たなければ、何もできないよってことを彼は言ってる。ちょっと、でしょ？補足していいですか？20世紀までは、つまりまず、質問は、What do we want to want? が質問でした。自分が本当何を望むかを、What do we want to want? 何を欲しようと欲しているかと。っていうのは、そのホモ・サピエンスの本の最後に書いた質問、自分の本で書いた質問だったんですけど、それを読者が彼に投げたわけですよ。あなた方どう答えますかと。したら、まず現実を理解することを欲するべきであると。何が欲しいんですか？で、そうしたときに20世紀までは、要するに常に人間は自分のそのハッピーにするために変化を、自分の外の変化をしてきましたと。で、外の変化をしてきて、で、それの結果はエコロジカルディザスターとか、温暖気候とか、要するに理解をしてないままいじった結果、失敗返しが今来ていますと。で、21世紀は何が起きてるかっていうと、今度は人間の外ではなくって、人間の中をいじって、自分のハッピーにしようという技術がどんどん進んできていますと。ただし、きちっと内容を理解できてない状態でそれを進めているのが現実ですと。なので、そこを、まず分からないと、人間は、メンタルイルネスとかメンタルブレイクダウンさっき言ってますけど、病むでしょうと。っていう話をしています。それはよくわかんないですけど。よくわからない。じゃあ、例えば、噂による中国での、はい、DNA をいじって、はい、人間の体ではないものから、はい、人を作ったとか作るとかで、ちょっと待って、はい、こっからもう一回見た方がいい。はい、海野さんは何が分からないんですか？今言った DNA の話じゃないと思う。ない、DNA の話は入っていません。いや、そういう話じゃなくて、心の内面をきちんと整理しなさいよっていうのを言ってると思う。じゃあなんで心の内面を整理しなきゃいけないんですか？要するにその、なんていうか。何の話をもとにそういう発言になったんですか？ちょっともう一回見てみよう。いいですよ。If we've learned anything from our previous history, if we learned anything from previous history, is that yes.We gain the power to manipulate, but because we didn't really understand the complexity of the ecological system, we are now facing an ecological meltdown. And if we now try to re-engineer the...
the world of insider で、この自分の体の中の話をしています、ね。Insiders, without really understanding it, especially without understanding the complexity of our mental、ね、心の、その精神についての複雑さのことを理解する。System, we might cause a kind of internal ecological disaster, and we'll face a kind of mental meltdown. Insiders, 自分の体の中のが病むでしょう。インサイドエコロジカルシステム的なのがよくわかんないですよ。なんかそこの適用が僕の中ですごいしっくりこなくて。エコロジカルシステムは、アナロジーですよ。アナロジー。はい、あ、わかりますよ。アナロジー、今までは、温暖化とか、外の、人間の外の気候、まあ、女からの話ですよね。まあ、そうですね。気候変動とか。心じゃない。これ、cause a kind of internal ecological disaster。だから、我々は心の中でそういうことをね、ちゃんと判断しなさいよって彼言ってるの。ここそういうの判断しなさいよ。心の中じゃない。それはアナロジーですから。Standing it, we're now facing an ecological map.No, we're now facing, まずここでエコロジー、ここで言ってる、ここで言ってるエコロジカルメルトダウンっていうのは、これは気候変動とかですよね。うん、そうです。これ言ってる、we're now facing は、すでに起きてることは気候変動とかですよね。And if we now try to re-engineer the world inside us. これインサイド。ね、re-engineer ですから、例えば自分らの、こう、体の DNA を操作するとか。あ、そういう意味ですか？Re-engineer the world inside us. え？そうなの？レビュー的な感じじゃないですか？違うじゃない。DNA だから僕はさっき言った DNA じゃない。この re-engineering って意味わかります？うん、だから。re-engineering ってエンジニアって例えばなんかシステムを作るとしたらそのあるシステムからどんどん深掘って何をしてるかって見に行くと。またこれだから中をいじるって意味ですよね。あ、そういう風に捉えるのか。そうじゃないでしょ、これ。おかしがよ、これ。我々の心の中にある世界をその再構築する。心に中、うん。うん、and if we now try to re-engineer, じゃ心の中を、うん、再構築。いいですよ。心の中の世界を DNA の話じゃなくて。Re-engineer the world inside us without really understanding it. Understanding it, especially without understanding the complexity of a mental system.Understanding the complexity of our mental system. だからここ言ってもまず、AI と AC の話があったの覚えてますか？ Artificial intelligence と artificial consciousness。うん、覚えてない。人工知能と人工なんだっけな、感覚でしたっけ？で、これ彼言ってるの心の中の問題をさ、もうちょっと整理しなさいって言ってるんじゃないの？ウンノさんって整理っていうのはどういう意味ですか？うん、だからそのグローバルガバナンスだとナショナリズムなんだとかって、あなた自身の問題だよと彼言ってるんだよね。あなた自身一人一人の問題だよと、気象変動も全て。それをね、エコロジカルのディザースターいろいろあるけれども、そういう現象をあなた自身の心の中で整理して、何が正しいのか、何が正しくないのかっていうのを、コンプレックスというか複雑な世界をあなた自身でちゃんともっときちんと整理して見直しなさいよと言ってるんだよ、ここで。違うの。もう DNA の話じゃないと思う。うんのさんは、じゃあ僕が言った DNA っていう言葉にちょっととらわれすぎていて、例えば中国人が DNA を変えてしまうの、そういう話じゃなくて、もっともっと心の中の、re-engineering your world, re-engineer your world、 そういうことを言ってんじゃないの？ We might cause a kind of あなたの英語に言い換えるのがいい、あなたもいいと思うんだけど、 and we'll face a kind of mental meltdown inside us. Putting all the pieces together here, the current politics, coming techniques, and main products of the 21st century economy. When people think about the future, so the next step is we turn our gaze inwards and we say, okay, getting control of the world outside. Getting the control of the world outside us did not really make us happy. Satisfied. Let's now try to gain control of the world inside us. Control of the world inside us. 自分の体の、自分の、
心の中でしょ Gain the control of the world inside well, us. Inside us. This is the big. まあ、DNA はじゃあ まずい例でしたと。いいですよ。ただ僕が言いたいのは体内改造ですよね。だから、改造っていうか。違う、体内改造、リエンジニアンそういう意味じゃない。Really big project of science and technology and industry in the 21st century will be to try and get control of the world inside us. 彼が言ってるの。Gain control of the world inside us. で、ここで言ってるコントロール of the world inside us はどういう意味ですか自分の心の世界を管理する。管理をするとどうなるんですかということによって、要するに管理をするということは気象変動っていうのに対して、我らもっとこういうことしちゃいけないよとかね、そういうふうなことを自分自身の心の中でちゃんと考えなさいねと彼って。だからリエンジニアでも。自分の、じゃあ、その話をする背景には、今自分の考えを持ててない人がいると。いや、世界はその人ばっかだよって彼言ってる。世界には自分の考えを持ててない人がたくさんいると。そうそう、要するにグローバルガバナンスとは何かと、ナショナリズムに対してどういう考えを持てはいけないかってことは、あなた一人一人がそういう考えを持てはいけないよって最後で彼はそれを言ってんだ。僕は逆に、自分がここから読み取れたことは自分感じたことなんで解釈ができるんですけど、海野さんが言っていることと、このここまで、ここのずっと話した中で、このビデオで話した中で、つながってないです。忘れて、じゃあ次でもうずっと最後に。The world inside us to learn how to engineer and produce. To learn how to engineer and produce bodies and brains and minds. Bodies and brains and minds. These are likely to be the main products. Bodies も入ってるでしょ。Products. ここ大事です。The world inside us to learn how to engineer. Engineer the body.って言ったらこれは例えばかけてる足に、だトランスヒューマンですよね例えばプロデュースってどういうふうに訳すのプロデュースボディースプロデュースだから作るですよね、うん、作るだからここで言ってるのはじゃあ例えば足がちょんげれちゃった人がいる、うん、でその人にパタッて足を義足じゃなくって、うん、もう足そっくりのものを作れるとするとかあとあのスタップじゃないけれどもステムセルってなんだっけ幹細胞を使って、全部それを作り直すようにするボディとブレーンとマインドをね作る作り直すここが大事な話なんですだここが言ってることなんですでね、これさ、はい、ボディとかブレーンとかマインド、どのように作り直すかっていう意味じゃないの？どのように作り直すか、うん、海野さんの言いたいことが分からないです。どのように作り直すかっていうのはどういう意味ですか？どのように作り直すか。ボディさっきの海野さんの話は精神の話だったんですよ。うん、なんで彼ボディって言ってるの？よく分かんない。だから、もう少し、じゃあ、僕が言うことをゆっくり話すので、質問しないで聞いてください。今までの、ここまでの話で言っていたのは、人間は20世紀まで、自分を、まあ、幸せにするとか何かその目的を持った時に、自分の環境を変えてきましたと。うん、環境を変えてきた。うん、環境を変えてきました。自分の体の外を変えてきましたと。それで、幸せを見つけることをしてきましたと。でも、その結果、自然がどういうものか、エコロジーがどういうものか分かっていませんでしたと。うんうんうん、なので、やった結果、幸せになったつもりに向かったつもりなんですけども、結果、温暖化とか起きていて、実際には今、危機に直面してるわけですよね。で、それが20世紀までですと。で、21世紀何が起きてるかっていうと、今度は人間の外ではなくって、人間の中を改造していく。改革をしていくと。コントロールをしていくと。っていうのが21世紀でした。その天気って何だった？何なんですか？その天気ってどういう意味？要するに、なんで今まで外をやってたのに、中に。
だからエコロジー、だから、それは言ってないかもしれないです。今僕パッと答え出てこないです。ただ、今までやってきたのは外。で、そして、結果、いろんなしくじりが起きている。で、これから人間は、だから例えば、ね、長寿ですよね。もっと長く生きたいとか、それとか、義足じゃなくって、そういうふうな幹細胞を使って、普通にもっと幸せなんてどうするかっていうのは、そもそもの概念の話なんで、で中を21世紀ではいじるとなったときに、じゃあ僕らは DNA を解析すれば、全部体のこと分かるんですかと、そうじゃないよねと。で、今、全部 100% 体の仕組みについて、人間は全部理解してるんですかと。そうじゃないよねと。で、そんな状況で、自分の心をいじる、自分の体をいじるっていうのは、どんな、また、異常気象じゃない、今度はまた、体の中での異常変動を、体の中の世界で起こすか、想像もできませんと。その結果、病む人が、要するに幸せじゃなくて、その結果、病んでいる症状がもっと悪化するかもしれませんと。病んでる人も出るかもしれないし、もっと広い人もいるかも、出るかもしれませんと。なので、まず我々は、リアリティ、現実を理解してないことに問題があるので、それを知れたらいいなっていうのが、want to、欲することを欲しているっていうのは。現実ってその人の体の現実。今の want to want に言ったら、すべて体に限らずですよね。want to want、何を欲するかって言ったら、真実を知ることですよね。真理を知る。真実を知る。で、その真実とは、彼の言ってる真実というのは、例えば地球の本当の仕組みを全部 100%。だって今この時点で、ハエが飛ぶ仕組みって解明されてないんですよね。実は。うん、葉っぱ一枚流したときに 100% この今どういう動きで、どこでどういうふうに落ちるかっていうのを計算できないですよね。うん、分かってないんですよ、僕ら。分かってるようで。そんなのたくさんあるんです。で、そんな中で知ったかぶって、地球をいじった結果、僕らは住んでる環境をダメにしてますよ。で、こんな状況で、今、人間のカードをいじるようなことやってるんですけれども、そんな状況で、エンジニアのプロデュース、ボディーズのブリーのマインドやっていくと、とんでもないことが起きるんじゃないかと。そういうことか。OK、じゃあ次行こう。いいですか ?OK、OK。いや、大丈夫ですね。Engineer and produce bodies and brains and minds, these are likely to be the main products of the 21st century. メインプロダクト、これが僕らのもう商品というか、課題というか、それが僕らの今、地球の economy。When people think about the future, very often they think in terms, oh, I want to gain control of my body and of my brain. だって、ね、風邪をひいたら治したいですし。And I think that's very dangerous. If we've learned anything from our previous history, is that yes, we gain the power to manipulate, but because we didn't manipulate, いじるですよね。Really understand the complexity of the ecological system, 分かってなかったからですよね。We are now facing an ecological meltdown. だから僕は失敗が来てますよね。If we now try to re-engineer the world inside us without really understanding it, especially without understanding the complexity of our mental system, we might cause a kind of internal ecological disaster. やむってことですよ。And we'll face a kind of mental meltdown inside us. ということで、じゃあ僕の説明が通じておってことでよろしいでしょうか。はい。Putting all the pieces together here, the current politics, coming technology, concerns like the one you've just outlined. I mean, it seems like you yourself are in quite a bleak place when you think about the future. You're pretty worried about it. Is that right? And if there was one cause for hope, how would you state that? I focus on the more dangerous possibilities, partly because this is like my job or responsibility as a historian or a social critic. I mean, the industry
focuses mainly on the positive sides. So it's the job of historians and philosophers and sociologists. Industry ってのはこの歴史の社会、歴史での世界、歴史学者での世界の話だと思いますよね。だからこれ job of historians。To highlight the most dangerous potential. 彼は歴史家ですからね。Of all these new technologies, I don't think any of that is inevitable.Technology is never deterministic. You can use the same technology to create very different kinds of societies. If you look at the 20th century, so the technologies of the Industrial Revolution, the trains and electricity and all that could be used to create a communist dictatorship or a fascist regime or a liberal democracy. The trains did not tell you what to do with them. Similarly, now, artificial intelligence and bioengineering and all that, they don't.Predetermine a single outcome. Humanity can rise up to the challenge. And the best example we have of humanity rising up to the challenge of a new technology is nuclear weapons. In the late 40s, 50s, many people were convinced that sooner or later the Cold War will end in a nuclear catastrophe destroying human civilization. And this did not happen. In fact, nuclear weapons prompted.Humans all over the world to change the way that they manage international politics, to reduce violence. And many countries basically took out war from their political toolkit. They no longer try to pursue their interests with warfare. Not all countries have done so, but many countries have. And this is maybe the most important reason why international violence have.Declined dramatically since 1945, and today, as I said, more people commit suicide than are killed in war. So this, I think, gives us a good example that even the most frightening technology, humans can rise up to the challenge, and actually some good can come out of it. The problem is we have very little margins for error. If we don't get it right, we might not have a second option to try again. That's a very powerful note on which I think we should draw this to conclusion. Before I wrap up, I just want to say one thing to people here and to the global TED community watching online, anyone watching online. Help us with these dialogues. Like, if you believe, like we do, that we need to find a different kind of conversation,Now more than ever, help us do it. You know, reach out to other people, try and have conversations with people you disagree with, understand them, pull the pieces together, and help us figure out how to take these conversations forward so that we can make a real contribution to what's happening in the world right now. I think everyone feels more alive, more concerned, more engaged with the.Politics of the moment, the stakes do seem quite high. So help us respond to it in a wise, wise way. Yuval Harari, thank you. 本当に終わりだ。はい。素晴らしい。という動画でした。うん、難しいね、最後の。でも、すごく大切な話だと思うので。これは続きあるの？続きというか、これがホモ・サピエンスという、ホモ・セイピエンス、本についての話でした。次はホモ・デュースがありますから。それもあなた見てるの？見てます、うん、最後のとこよくわかんない、うん、OK、じゃあ今日はこれで終わりましょう。僕あの、もう9時半には今日なんか用事あるって、ね、はい、9時半には出ないといけないんで、じゃあすぐに行きましょう。すぐに行きましょう。すぐに行きましょう。これちょっと、見てみて。お疲れ様でした。いや、ちょっとよくわかんないな。結局なんでそのいきなりインサイドの話になるのかが。インサイド？いや、だから来週またお話説明してくれるでしょ。